こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは明星食品ローソン限定村中ラーメン研究所札幌味噌ラーメンになります。かの有名な名店すみれの社長さんのお店です。あえてカップのすみれとは別のメーカーさん、別の販路で商品化、当然高い期待値でいただいちゃいますよね。よろしくお願いいたします。今回もいただきます。明星食品ローソン限定村中ラーメン研究所札幌味噌ラーメンでございます。はい。味噌、ニンニク、ラード、太麺。それでは、まずは一口いただきます。もちろん縦型なんで、縦型なりの期待値で入ろうかなと思うんですけど、ただ明星さんの縦型って美味しい商品あるんで、バカにできないぜ。はい。それでは。味噌はまだ来てない。濃厚っていう意味だとまだ来てないですね。ほんのり美味しい味噌は来てます。ニンニクはちょっと来てる。ラードもまだだな。この先ですかね。太麺はなかなか美味しいですよ。はい。それでは、この商品を楽しむためのポイント、参りましょう。この商品、ポイント。はい。まずは、名店すみれの店主がラーメンについて創作活動を実践する村中ラーメン研究所監修。はい。ということでございます。すみれの店主の方、このチャンネル個人情報出さないようにしてるんで、お名前は一切出してこなかったんですけど、いきなりコラボ先で村中って言われちゃいました。はい。村中さんでございます。下のお名前は言いません。はい。次。こってり濃厚な札幌味噌ラーメンに、ニンニクとラードを効かせた病みつきになる一杯。よだれは出てきます。間違いなく。一口食べただけでよだれは出てきてます。はい。次。スープがよく絡む太麺の食感もお楽しみください。ということで、おしゃべりしながらいただきます。食っていいですか？食っていいですか？うまいっす。うまいっす。それは間違いない。うん。それはもう間違いないです。で、よくかき混ぜないとね、縦型ですから。はい。これでもよくかき混ぜないで、下の方に濃い味が溜まったのを最後に一気にガツンと楽しむみたいなことをやる方もいらっしゃいますけどね。人それぞれ。この太麺のもしゃもしゃ感。入りのガツンはないんですけど、まとまって噛み応え作ってますみたいな。噛んでくるとちょっとずつ抵抗してきますみたいな。そんな感じの麺ですね。噛み締めると、徐々にこう抵抗感が出てくる。はい、そういう太麺です。これ目にも味ついてんのかな？味噌が濃くてわかんないです。麺の味が。スープいってみます。なるほど。似たような商品がありますね。パッと浮かびました。でも名前は言えないようにします。濃いめの味噌とニンニクっていうとピンとくる人は多分丼型のやつですけど、いらっしゃるかもしれませんね。はい。その感じはしますね。ラード感、うん、まあ、あるな。札幌ラーメンのラードっていうと、どうしても表層に覆ってるイメージがあるんですけど、これは表層に覆ってるパターンじゃないですね。ただ、油感はやっぱあります。オイリーな感じは。うん。美味しいですよ。うん、美味しい。うん、美味しい。具材がね、全部沈んじゃったんですけど、何があるのかな？お肉。一応お肉っぽい噛み応えはある。ただこれ麺楽しむ方だな。具材は賑やかしですね。うん。麺と味噌を楽しむ感じで、具材は結構賑やかしな感じ。うん。スープが美味しいわ。太麺もいいですね。麺 80g ですから、まあまあのボリューム感ありますね。うん。食べた感ありそう。はい。それでは、村中ラーメン研究所。このお店は、鬼ヤンマというお店なんですけれども、申し訳ございません。調査がちょっと間に合ってませんで、今回ちょっとお話しすることほとんどないんですけど、すみれさんの商品のお話をしますと、もうこれ完全に違う企業さんの製品になっちゃうんですけど、なんですみれさんのお話をするかっていうと、そのすみれさんの店主の方が、この村中ラーメン研究所、ラーメン鬼ヤンマというお店をやってらっしゃるということで、村中ラーメン研究所としては明星さんからなんですけれども、すみれさんとしては全部日清さんから商品を出してる。これはちょっと面白いですよね。系列のお店が別々の企業さんから出してるっていうのは時々ある。例えば、中華そば富田さん。これ同じ明星さんなんですけれども、中華そば富田さんはセブンプレミアムと明星さんなんだけれども、富田さんの独立店という扱いの中華そば上津さんというお店が山梨にありまして、このお店は山陽食品さんとファミマさんから出してるっていうような同じ系列のお店なんですけれども、他のメーカーさんとか他の販路から出してるよっていう商品あるんですけれども、同じ方が別々の企業から別々のブランドで出すっていうのはあったかなこれまでと思って、僕の記憶にはないですね。はい。非常に珍しいと思います。はい。以上雑談でございました。明星さんはあれですね、やっぱりドシンと重みがある縦型ってお上手ですね。結構ね。うん。今後もちょっと明星さんの縦型は追いかけていこうかな。はい。はい。残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。美味しくいただきました。割と濃いの食べたい、ドーンとくるの食べたいっていう時に食べて、それなりに満足できるんじゃないでしょうかね。味噌ってそれぐらいパワーはありましたね。あと、ニンニクは平均以上は感じるんですけど、まだもうちょっと強くしたいという人は、オイルにくしてもいいかもしれないです。ラードについても結構オイリーなんですけど、もっとギッとギッとしたの欲しいよっていう人は、オイルラードしてもいいかもしれないですね。太麺はなかなか美味しいございました。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回は、明星食品ローソン限定村中ラーメン研究所札幌味噌ラーメンをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、あれば食べちゃう満足感という感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。強い味噌、噛み応えのある太麺、まずまずのニンニクとオイル、ラードですね。こちらを楽しめました。縦型の制約はあったかと思いますが、その中でお店の名前に名前負けせずにしっかり満足できました。一方でもうちょっと強い個性があればなという思いはありますね。カップの味噌ラーメンはレベルが高くて、競合の商品の中にこの商品と方向性が似ていて代わりになっちゃう別の商品が頭に浮かぶんですよね。他では味わえないようなこの商品ならではの個性があったら、もっと魅力が高まるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回は明星食品ローソン限定村中ラーメン研究所札幌味噌ラーメンをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。